こんばんちは。ラストオブアス続きをプレイしたいと思います。ちょっとスタート場所が違うような気がする。あ、ちょっと出ちゃったんだ、門の外に。前回エリーがいなくなってしまったので探しに行くみたいですね。いや、まあいいですね。違う、わからん。激おこだよ、激おこ。こっちじゃないようだな。足跡だ。よし、そっちか。敵は何人だ？多すぎてわからん。ちょっとたまたまたま。守れ、エゴス。おい。ちょっと待って。ちょっと。めっちゃめっちゃいいけど大丈夫ですか？どこにいんだ？あんなどこにいる。届かない。こっちはどこにいるか、ズームができるの。やったね。で、あれだった。ダルマにするぜ。お、まずいそれは。下、わ、なんか投げてきた。燃え上がれ。あ、痛い。手見えてんだけど、ちょっとずれる。あ、ちょっと、ひどい。ずるいよ、そのタイミングで動きやがった。見えない。あ、くそ。
ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと走って。ちょっとこれ。なんで落ちちゃった。火だるま野郎。クソが。殺してやる。タフ。ちょっと。どこに。トミー、ちょっとトミー、ちょっと早い。もうさあ、馬へ戻ろう。ほら、賢い。いや、早いよ、トミー。ちょっと置いてかないで、置いてかないで。行くぞ。足跡はついてる。捕まってないといいが。本当だよ。どうねえ、どこ。行け。ショートカットしてやる。ちょっと追い越された結局追い越されるんかい。馬がいる。エリーはそこだな。そこ。盗賊はいないな。気をつけろ。エリー。いるんかい。ってやつだ。怒ってんだぞ、こっちは。誰か話す。そうですね。まず話の前に物色だ。
のお家。これ以上持てない。本当に？エリーが読んでる漫画だ。お、広い家だな、すごく。どこにいんの？あれ？こっちか。バスルーム何個あんだよ。すごい豪華だな、この家。昔は平和だったね。男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ、ほら。嫌だって言ったら。お前は貴重な存在なんだぞ。あ？勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。私だってあんたにがっかりした、お互い様。何が気に入らないんだ。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょう。トミーの方が地理に詳しいから。そんなの嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの？私がサムみたいになるって？私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。あの子とは違うよ。何？サラのことマリアに聞いたんだ。エリー、その話だけはするんじゃない。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。私の大事な人は全員私を置いてったか死んだの。全員ね。あんた以外は他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。そうだな。お前は娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。だから別の道を行くんだ。やばいぞ、誰か来た。二人入ってくるぞ。家の中にもいる。もうこんな時に邪魔しやがって。クソ野郎、クソ野郎か。Thank you.
足音なんだこれ耳元でなんだなんだお前、さっきまでちっとも動いてなかったくせに。話を知るときに邪魔しやがって。待ってろ。ちょっとむやみやたらに撃ってみる。敵のくせに煙幕なんか使いやがって。なんで取りすぎてたの。来いよ。連射なめんな。意味ないか。ああ、どこにいんの？トミー、見えないよ。ちょっと。あ、本当だよ。よし、もう安全だ。安全なんです。馬のところへ戻ろう。馬沼。そがよ、こいつら。寿命が縮んだだろ。この野郎。いや。さっきのなんか、ちょっと誰ですか？不謹慎に口笛吹いてる人。いただき。出てこい。手伝おうか。見てくれよ。今夜子供たちは映画だ。研究所はどこにある？だいぶ遠い。東コロラド大学だ。ビッグホーンズ。エリー、馬降りろ。トミーに返せ。お前がよければこいつに二人で乗ろう。どうした？何度も言わせるな。どうしたんだ？お前の嫁さんが怖い。追っかけられたくないからな。馬を取ってごめんなさい。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。東コロラド大学か。で、研究所は？
科学塔にあるでかい鏡みたいな建物だ。嫁さんを大切にな。歓迎するぞ。いいのか。どうする。行こう。それじゃあお別れだ。そう、ターンオーバーだ。もしも10ヤード進めたらまたファーストダウン。そう、ファーストダウンだ。ややこしい。実際にプレイしてみればそうでもない。ということで、今回ちょっと短いですけど、キリが良くなっちゃったんで、ここで今回やめておきます。すごい綺麗、紅葉が、ほんと素晴らしい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。馬かわいい。それでは。